男子以降はですね、添加物です。マジでできるの？今日は麹豆乳鍋。ベピンキンチャンネル、鈴木ひろみです。寒いですね。もう一気に寒くなってきて、本当に毎日毎日毎日お鍋でいいなと思いながらですね、生きておりますが、皆様いかがでしょうか。私ね、あのピラティスね、行ってるんですけれども、ピラティスの先生からね、今日夜ご飯何するんですかって言われてですね、あ、もうね、本当お鍋ですとか言って言っててですね、前にやりましたトマト鍋ね、作ります今日とかって言ってたんですよ。でトマト鍋、麹トマト鍋作りますって言ったら、あ、何かこうね、お鍋の素とかですかみたいな感じで聞かれたんで、麹でねできるんですよって言ったら、マジでできるのすごいって言われてですね、めちゃくちゃいいですねっていう風にね言っていただいたんですよ。麹トマト鍋一押しなので、ぜひ皆さん見てみてくださいね。ということで、トマトね、めちゃくちゃ良くないですか。もう本当なんかトマトジュースもすごい、トマト鍋でね、トマトジュース使うんですけど、ね、残ったトマトジュースは朝飲めるしと思ったりして、ビタミン C 取れるし、リコピン取れるし、トマト様々だな、トマトジュース様々だなと思ってます。ということで、トマト鍋やってみてくださいね。ということで、今日はですね、別のお鍋ということでですね、今日は麹豆乳鍋に行きたいと思います。ということで、やったー好きです、豆乳鍋もね、美味しいよねっていうことでですね、あのちょっとね、もろもろしがちな豆乳鍋だと思うんですけれども、そのもろもろさもね、ちょっとね、湯葉っぽくしてみていただいてですね、楽しんでいただくといいんじゃないかなと思ってます。こちらの動画はですね、最後まで見ていただきますと、豆乳鍋のね、レシピがありますので、ぜひね、今日のね、ご飯に豆乳鍋作ってみていただければと思います。ということでですね、本日のメニューですね、市販の豆乳鍋の原材料ということでですね、まあ、知りたくない、見たくないという方も多いかなと思うんですけれども、見ていきたいと思います。そして麹豆乳鍋の作り方というのもやっていきたいと思います。市販のね、豆乳鍋のね、元はですね、こちらの裏側です。ブドウ果糖液糖も入ってるものもありますし、まあね、水飴とかね、ゆず果汁ですね、まあ、醤油とかクリーミングパウダーね、加工大豆粉ですね、カツエキスとかですね、サラシ粉はですね、添加物です。アミノ酸、アルコール、増粘剤、乳化剤、酸味料、酸化防止剤とかね、結構いっぱい入ってますね。でもう一個の方はですね、まあ、すりごま、国内製造ですね、お砂糖、鶏ガラだし、何の鶏ガラだしなんだろうね、食塩、大豆粉、豆乳、練りごま、ごま油、アミノ酸、そして酵母エキス、菜種油、昆布だし、スラッシュ以降ですね、調味料アミノ酸とレシチン、炭酸カリウムということですね。ということで、いっぱい入ってるねっていう感じかなと思うんですけれども、これはまあ確かに買って切って入れればいいからね、すごい楽かなとは思うんですけど、まあ、本当にこれだけいろんなものをね、取っちゃうと、まあ、腸内環境が悪化していくので、せっかくお鍋にいいものを入れてもマイナスになっていっちゃったらもったいないかなと思いますので、もうね、スープまで飲み干せる、ね、めちゃくちゃ美味しくて安全で心も体も整えてくれる豆乳鍋ということでですね、レシピいってみたいと思います。豆乳鍋の素ですね、無調整豆乳 300ml、 お水 250ml、 そして昆布 2g ですね、そしていりこかかつおの粉末ですね、小さじ1です。そして練りごま大さじ1、醤油麹大さじ 2.5、 塩麹大さじ 1.5、 甘酢大さじ1、すりごま大さじ1ですね。でお好みでですね、辛いね、豆乳鍋がよかったら豆板醤ね、こちらも自家製豆板醤ありますけれどもね、作った方はですね、今はね、なかなかね、そら豆を売ってないので、またね、次回のね、時期に豆板醤を作りましょう。そしてニンニクとか生姜などもね、入れていただいて大丈夫です。具材としてはですね、豚肉スライス 300g、 白菜1/4個ですね、そして糸こんにゃく1袋、お好みのキノコね、キノコいっぱい入れてくださいね。お豆腐1/2丁ですね、そして水菜とかね、お好みで入れていただければと思います。鍋の素の材料をね、全部入れてください。無調整豆乳、お水、昆布、かつお粉末、練りごまですね、醤油麹、塩麹、甘酒を入れて煮立たせます。でですね、次にですね、適当な大きさにカットした具材を入れて5分から10分蓋をして煮ます。お肉に火が通って、お野菜をね、お好みの硬さになったら、最後にごまと水菜を入れて、そのにタッチしたら完成ということでですね、お好みでですね、ごま油、豆板醤、にんにく麹なども加えて、まあ、とっても美味しくなりますということでですね、こちらはですね、本当に醤油麹とか塩麹とか甘酒のね、
種類を変えるだけでもねめちゃくちゃ変わりますので、ぜひぜひやってみてください。麦でも美味しかったし、まあ、玄米だとねかなり香ばしくなりますので、ごまとね玄米はねめちゃくちゃ合うなと思いながらねやりましたので、ぜひぜひ皆さんいろいろな形でやってみていただいて、ぜひ作レポをコメント欄に入れていただければと思います。皆さんのですね本当にね作レポ求むでございます。ぜひやってください。ということでですね、今日はですね豆乳鍋についてやっていきました。本当ねお鍋はね無限大ですよね。麹の調味料いろいろ合わせることで無限大の調味料作れますし、無限大の鍋の素作れますので、ぜひ本当にいろいろやっていただけたらと思います。お鍋の季節ですね、本当にねなんかこういきなり寒くなってね体調悪くなっちゃう方も多いかなと思いますし、まあ、夜帰ってきて何作ろうってなってね疲れちゃうママもね多いかなと思うんですけれども、お鍋だったらね決めてね具材をカットして入れて蓋をすれば出来上がりっていう感じになりますので、ぜひぜひ皆さんねお鍋ですね。あとはですねやっぱりねご飯炊いてない時とかあるじゃないですか、まあ、お鍋とおうどんがね最強だなと思うんですよね私、うん、うちの子供たちねやっぱりね麺類が好きなんですよ。なのでおうどんはじゃあみんないいよって言ってくれる感じなので、おうどんね使うことも多いです。お鍋の後におうどん入れていただいてっていう感じでねやってもいいかなと思います。まあ、小麦粉ね取っちゃうのね気になる方もいるかなと思うんですけど、まあ、そういう方はですねご飯ね冷凍しといたものを入れて雑炊とかにね最後していただいてもいいかなと思いますので、ぜひいろんな鍋やってみていただければと思います。まあ、お野菜もねちょっと残ってるやつとかもね全然入れちゃってもいいじゃないですか感じなので、ぜひいろいろやってみていただければと思います。でこちらのねべっぴんぎんチャンネルでは麹にまつわるいろいろなお話をしております。今日はですね麹豆乳鍋ということでやりましたけれども、こちらのねべっぴんぎんチャンネルではですね麹の本当に何からやればいいの、塩麹醤油麹甘酒作りみたいなものもやってますし、いろんな疑問難問答えさせていただいておりますし、麹の作り方だったりとか、まあ、その活用方法だったり丸々だしですね、コンソメ麹だったりとか中華麹だったりとかカレー麹だったりとかですね、そういったものもですねありますので、いろいろ作っていただいて作ればぜひ書いていただけたら嬉しいです。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。またお次の動画でお会いしましょう。またね、ありがとうございました。皆さん質問が来てます。はい、なぜ発酵食品を食べると肌がきれいになるんですか。はい、腸内環境が整うと血液レベルできれいになることができるんですね。お肌の吹き出物とかお肌が荒れる原因でいろいろあるんですけど、まあ、血液レベルで綺麗な場合ですね、お肌がね綺麗になるということが、もともと食べるものとかがねでちょっと血液ドロドロだったりとかした場合は、体って人間の体ってどこかにその有害物質を出したいんです。なのでお肌に出る人もいれば、あお顔に出る人もいれば、背中に出る人もいれば、いろんなところに出ちゃうんですけど、血液レベルで綺麗だと綺麗だから出すものないじゃない。なのでお肌とかが綺麗になっていくよっていうことになります。血液レベルで綺麗になれるんですね。そうなんですよ。ありがとうございます、はい。